にちは。まあまだおはようか、おはようございます。私は本で準備しますね。まあもうだいぶ終わったんですけど、まだね若干終わってないんでね。そう、まだ若干ね、若干終わってないんですよ。まだ途中なんですよ。ほんとさ、朝でマジで時間ない。本当に準備前ってさ、本当に時間ないよね。なんか何もない日の夜のさ1時間2時間ぐらいがさ、朝の15分だよね。マジでそう思わない？マジでそう思うよね。本当にさ、時間ってどうなってるんですかねって感じ。こちとら知りたいわって思いますよね。まあちょっともうやりながらですけど、でも必死なんでね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ねえ、やばいよね。時間がね、何時間あったら足りるわって感じでね。コンタクト入れてる。だってまあ目悪いからね、コンタクト入ってますよ。もちろん目ん玉も悪いんでね、コンタクトはね入ってないとね、ちょっと見えないかな。う、ちょっと髪の毛入ってないんだが、はあ、これはあれだ、これもあれだ、入らない。でケープで止めよう。アイロン使わないの？だってもうアイロンやったもん。もう使わないですね。アイロンやったんで、もうなるべくショールームの前に、あ、取りすぎた、終わらしたくて。ショールームやってると何もできないんですよね。そう、これ今あれなんですよ、なんだっけこれ、画面を鏡にしてるんですよ。わかりますか？だってさ、何、画面アウトしちゃうんだもん、画面でやろう、何、ショールームでやろうとすると。そしたらさ、みんながさ、映ってない映ってないって言うからさ、でもさ、こっちとらさ、やらんとさ、いけんしさ、
そう、だからとりあえずなるだけできるとこまではやってきたよね。急いで。大変そう。いや大変よ。いやもちろんそらそうよ。当たり前じゃないか。大変じゃないわけがない。なんか少ないかな、こっち。いけるか。若干多いけど、まあいいか。こんなもんで。よし。高いかな、まだ。ちょっと余熱で、あ、無理っすね。まあ、どうせあっち行ったら直すから、あっちでいっか。画面越しだと超見づらいんですけど。え、なんでないんだ。あれないんだけど、アイライン入れるケースが。
我が妹が勝手に使っとった。入るかなこのケース。あ、入った入った。なんとか終わったわ。とりあえず あ、もうちょっとかな、ショールーム終了まで。もうちょっとしたらいかんといかん、私も。いやー、マジで明後日時間がないよね。時間がなさすぎてマジで困るんだわ。ね、3分ぐらいか。そっかそっか。うん、オッケー。今日の仕事何言った？嘘、本当に言ってる？今日オンライン話し会ですよ。うん。明日とあります。今日はマジで一日、長男が眠いかもしれん、眠いかもしれん、あと私の声が持たんかもしれん。最近マジで声使い、最近ずっと声使ってすぎて、マジで声の調子が良くなる前に声が悪くなった、まあ、舞台がね、立て続けに2つさ続いたしさ、1個目のさ舞台はさ、マジでさ夫おらんどったけんさ、マジでさ、のどこ先生とかマジ声死ぬよね、あれは。そうでさ、この間までやっとったやつもね、あれマイクない地声の舞台だったから、ある程度声をね大きく出してやってたんですよ。それでイベントあったり劇場公演もあっていっぱい歌ったから、そう、この時期はねマジで声弱いんですよ、私。うん、時期的にね、高笑いのシーンとかあったもん。いや別に高笑いは全然どうでもなかったんですけど、しかもそんな高笑いしてないですし、私。うん、高笑いとか特になくて、別に高笑いもしてないんですけど、結構声をね張ったから、まあ、怒ってたりとかもしてたんでね。そう、しかもこのね時期っていう、このねなんかね花粉症か微妙な時期が一番きついんですよ。あ、15分経った、よし終了しますね。おうほほって高笑いに入らない。おうほほって私言ってないもんだって。おうほほって言ったら小トウコちゃんでしょ、回想シーンのトウコちゃんじゃない。私あれ私言ってないよ、あれは沖さんが言ってるんだよ、演じてる人が。だから私は言ってないですよ、おうほほは言ってないです、私のセリフじゃないです。
それは人違いですね。よし、13位カズさん、お話し会よろしくね、だって待ってます。12位マックスエイトさん、11位キリアさん、10位ナッティさん、9位ミンタさん、8位ヤンさん、お話し会参加できなくて悔しい今週、だって珍しい。6位シマヤさん、お話し会を楽しみです、だって待ってます。6位アキーラ方言営業中さん、5位ヒデツーさん、4位ハル太郎さん、3位近いしさん、お話し会楽しみしてます、お待ちしております。2位ヒカリン 100X さん、今日も美人さんだね、あーそんなことはないです、ありがとう。そして今日の第1位はマイマツさんです、お話し会よろしくお願いします、というわけで、はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございます。私はもうちょっとしたら家を出ないといけないのですごく早口になっていますが、今日はそんな感じで、そんな感じで、この後お話し会3、4、5、7、8、9ってことで、めちゃ一日、マジで一日、マンジで一日なんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。というわけで今日見ていただき本当にありがとうございました。それではまた明日のショールームで、お会いしましょう。まあ明日も話があるんですけど、それじゃあバイバイ。